昨日夜、札幌市西区ハッサムにある蕎麦店から火が出て、建物の内部が焼けました。怪我人はいません。屋根から昇る白い煙。昨日午後11時過ぎ、札幌市西区ハッサム12条3丁目にある蕎麦店、蕎麦達本店で、屋根から炎が出ていると、付近の住民から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火は日付が変わったおよそ2時間半後に消し止められましたが、店の内部およそ50平方メートルが焼けたということです。店は営業時間外であったため、建物の中に人はおらず、けが人はいません。周囲の建物への被害もありませんでした。店は2階建ての木造で、警察と消防は火事の詳しい原因を調べています。